はい、2022年6月の皇室です。大変お待たせいたしました。こちら今月は緑色ですね。こちらの方をね、参考にしてください。はい、ではこちら今日は3、4年生こちらからいきますね。本当ね、遅くなっちゃってって感じです。申し訳ないです。こちらではいきます。はい、中心線は、本番用紙ね、ないので、これ練習ですけど、しっかりとね、そこの意識を持ってやりましょう。はい、カタカナですね、いきなりね。はい、カクってこういう入り出し、しっかりと出していきましょう。キュッとして、はい、中央を取っていきます。はい、むーは真ん中からグッときて、はい、しっかり置いたらふわーっとして力抜いといて、徐々に力を入れていきます、ね、こういうところね、優しくから強く、こういう感じです。はい、ひらがな左、こちらをちょっとこうしなりをね、こういう優しい感じを入れてきて、羽は上の方に向かうように、こちらからぐーっとまた強くなっていきますね、優しくから強く、そしてこの右寄りに入って、はい、左にこういう風に接近していく感じ。ここが一番ね、この近づいてくるよっていうところで、そこから辺を描くようなイメージ、スッと少しだけです。上がるのはね、あんまり進みが強くない方がいいです。ここあんまりドーンってやってしまうと、なんかね、形不格好になりやすいですよね。これね、このくらいにしておいて、そこからぐーっと張ってくる感じ。この時の力加減も、ここから徐々に強くなる、これね、力加減の話ね。こんな感じです。はい、で時間の字ですね。上下、ここに隙間を空けるような、そんな感じのイメージで、細いですよね、この日ね。そして寸胴ですよね。あの一画目を短くして、内側に倒れてこないようにっていうところを注意しましょう。ちょっとマスの線が薄くて見えづらいかな、ここですね。ここにあって短くしておきます、このような状態、うん、そして薄く、少し長く、こっち側がね。そうで、上がり調子、あんまりここ下がってこないようにしたいとこなので、はい、こちらはグイッ、こういう感じの、こういう性質ですよね、ここね。はい、上しっかり出しといて、こちらから今度はこういう感じです、ね、性質がこうどっち向いてるかなっていうのをよく見てあげて、はい、こちら次は短いですよ。で、こちら右寄りに、頭しっかり目からのぐーっと、この跳ねる一歩前には、少し内側にクッて入ってくるような動きがプラスされてると思ってください。力をグッて入れながら、少し内側に向けてあげて、そしてこう大きくね、角度を横に広げるようなイメージ。これ上にこう行くんじゃなくて、横にこう広げて、そこから点っていう、このつながりが見えてくるといいですね。だからこの辺の隙間がこうやって空いてるんだよっていうことです。これほら、近回りしようとするとピッてなっちゃって、この上からピッて、こういう感じになっちゃうでしょ。これだとなんか細すぎちゃってね、あんまり綺麗じゃないです。これを大きく回ってるんだっていう、そんな意識でやってあげるといいですね。はい、では次です。時間の間です。この門構えを書くとき、左と右を比べてみて、右の方が大きく見えるように書きます。ということは、左にあるものはちょっと短くしとくこと。まず第一画目、さっきの時間の字を書いた時もそうでしたよね。左側にあった火の部分っていうのはちょっと短くしたじゃないですか、さっきのね。でそれと同じく、こちら、ここの縦のラインとここの縦のライン比べた時に、こっち短く見せたいです。それから大きく捉えて、こちらとこちらを比べた時、ちょっと高くなりたいです。でもう一つ、こちらとこちらを比べた時、ちょっとこちらが低くなりたいです。
で、こんな感じで条件がいくつか今ありましたね。これを満たすように書いていきます。はい。で、まず第1画目を短めにっていうことですから、上と下ちょっと開けてあげるイメージにしたらいいね。ここにこういうふうに四角があるけど、目いっぱい書いたら良くないよっていうことがここでもう分かってくると思いますので、位置をちょっと下げて早めに切って、このぐらいのイメージね。そうするとマスの線はここだけど、実際ここが道のような状態ね、あの地面ね。そうで、想像できるのはこういうふうにこちらに上がってきて、こういうふうにここが下がってきて、こういう感じで終わるのかなっていう想像がつくと思います。これイメージしながら描けるといいね。そう、それでここ第一画目はこのくらいの長さ、そして、2画目つける位置、下からつけないこと。下からっていうのはちょっと見づらいかもしれないけど、線の起筆って書いたところの、そのほらこの辺から結構入りがちだけど、上からかぶせるように入っちゃっていいです。こうこんな感じで入ってしまって、こうね、そして上がり調子、上がり調子、全部上がり調子。そして次、ここの位置を取る時もここのこう延長線上にあるようなイメージ、ちょっと上がっていきたいんだよって言ったよね。だからここ1画目はこのくらいにしておいて、はい、かぶせるようにこんな感じで持ってきます。そしてキューッとして、そう、こんな感じです。外形としてはこういう風な感じができて、はい、ここの子たちも上がってね、上がってねってやっておいて、ここがこうたっぷりね取れてると思います。で、その時下の部分見てください。門構えのここ、ここ地面ねって言ってた、ここの部分から出ないようにしたい。もちろん出ないのは条件なんだけど、もう一つここに隙間も欲しいかなって思ってください。隙間できるくらいにしてあげるね。で、すごく細かいことを言うと、さっき時間の字でやった時の日と同じく、ここの中の日だって左側よりもこのね、この右側の方が長いのよ。だからこういうところを見てあげて、だからこの第一画目っていうのは短くしといた方が無難よね。あの失敗がないよねっていうことね。左を短くしておいて、右側が長くちょっと見えるように。ただほら条件あったよね、ここから出ないようにしたいんだっていうのもあるから、そうだからこっちをちょっとより短くして、こちらはなこれと比べれば長いけど、それでもここから出ないようにっていう、それを満たすように書きます。はい、そんな感じで考えてあげるといいかな。はい、ちょっとこまごましましたけどね。はい、次です。ひらがなのグイっていうこの線質に対して、こちら右寄りを取って左に持ってきて、ストーンと落とします。そしたらポンって遠くに飛んできて、そしてふわっと力抜いてキュッ。この時力を抜きながら横に移動させるイメージね。ここね、はいはい、決めるという字ですね。次は、ここに書きますけど、この時三髄のこの高さで、だいたいほら背の高さがちょっと決まってきますよっていうとこ。先ほどの門構えの時もそうでしたね。左側にあるものの下のラインっていうのが結構あの身長を決めるというか、下のラインを決めるというかね、そんな感じになります。厳密に言うとこれは一番出っ張ってるのはここね、これ頭トンって一個突き抜けた感じがしますが、下のラインを見てみるとやっぱりここを合わせてくるところね、こことここで左払いがある。この子ちょっと浮いてるなっていう感じです。さあ、こんな感じにやっていきます。はい、まずは三髄、1、2、3、この時にちょっとくの字型にすること、こうね、こういう形になるようにねっていうことね。そしてここに隙間、こっちちょっと広いなっていう感じです。上の方が狭くて下がちょっとだけ広いかな、2倍まではいかないけど 1.5 倍ぐらいかなっていうぐらいにします。そして次です。近いところ入れ込んでいいです。隙間がねあるでしょ、こういうところに入れ込むように、はい、ふわ、そしてキュッ、短くね。そう、そして次も入れ込んでいいです。三髄の位置に三角目にぶつかりそうな感じだけど、こうしてぐーっと。
そうだからね、この三髄の位置に三画目を書くとき、ボーンってあんまり勢いよく長くビヨーンってやってしまうと邪魔になるから、あんまりしないこと。そう、羽とかね、なんかそういうのってあんまり長さを必要としないので、それよりも右にあるこの邪魔をしないような書き方っていうのをしたりします。はい、気をつけてください。そして上はこれしっかり出していいです。そしてまっすぐ下ろしてきて、左へ急カーブ。そう、その左へ急カーブって言った時、ここはちょっと隙間が空いてるとよかったよねっていう、これね。だからこれはこう下まで来ちゃうとよくないよって、あんまりね、こう重たくしたくないです。重たくしたいのはこちら、ストーンって落としてきて、地面にメリメリっとこうめり込ませるぐらいな感じで、少し、あんまりやりすぎなくていいですけどね。そう、ちょっとこっち重いかなっていう風にすると、バランスが取りやすいです。文字ってほら、右上がりに書くじゃないですか。横の線は下がることはあんまりないですね。上がって、上がってって、全部上げて、上げてって書いといて、一番最後のコマで一緒になって上がると、なんだ、古典っていうね、ちょっとね、前傾姿勢みたいになって、ちょっとバランス取りにくくなりますよね。だからそのあたりで一番下っていうのを少し重みを持たせてあげることで安定感が生まれるよって、そういう感じです。はい、なのでやりすぎは注意ですが、そんな風に思っといてください。はい、そしてこの目を描くとき、1、2画目がこうやって交差していきますね。中心をこうやって絡んでくるように、こんな感じ、絡めついてるようなね、そんな感じです。そしてスッとここ力抜いてね、抜いて、このくらいでいいんですよ。あんまりな長くビヨンって上までいかない。で、ここから横にこう広げながら回っていきます。ここが一番強くて、この辺からすると力がまた抜けてっていう状態、横に広げていくような感じですね。はい、説明長くなっちゃう、ちょっと動画長くなっちゃうね、ごめんね。ここからギュッと、はい、こちら、次は力をスーッと抜いて、キュッとまた入ってっていう、その状態ですね。はい、楽しいという字です。こちら、中心から左へ一回払っていっちゃってください。で、戻ってきてっていう、そんな感じです。しっかり止まってから下にスッ。そして、ここね、またキュッ、こんな感じです。で、横横、その時次、トーンから下に落としてトーン。これつながりがあります。ぎゅーってきて、こちらからトンって、こういうつながりね、ここの部分。点ですからね、点から、さっきのほら、三髄の時と似てるね、これね。で、こちらは、シューってきたら、こういうふうに回ってきて、キュッて入って、こうにしといていっちゃって、もう一度戻ってきて、トンって感じ。これも力加減優しくから、徐々に強くっていうところ。はい。で、この時、この点、最後の点が結構頑張ってグーってやりすぎて、角度が違ったりすれば下にこう落ちてきやすいですよね。でもそこを落ちてしまうと次のこの子の邪魔をしてしまうので、あんまり落としてこないように横にグーっと張っていくっていうイメージでやるといいです。はい、そして中央を取って、足短くてもいいけど、なるべく長く見せてあげたいですよね。ってなった時に V 字を崩さないようにするといいです、ここ。まあ、どうしてもこの左払いがビヨンって下にね、こう行きやすいですよね。左払いのこの払い方っていうのが、手がまだ小さかったりすると、それ余計に難しくって、横へっていうこの動きがなかなかできないと思うんですが、なるべくこの V 字ができるように、ここの角を半分にね、こう割っていくんだっていうイメージで、ペコンとへこまないように書くこと。そして下がほら、手中猿みたいにならないように、なんていうかな、このビヨーンってこうなるとね、あんまかっこよくないのね。このだから左の方で短めでっていうのを意識してください。はい、そして、しはいいね。外へ向かうような感じ、あんまり上に行かないように。はい、っていうことです。で、次ですね、見ましょう。はい、みです。中心に乗っかって、キュッとここ短めにして、左下、そしてふわっとここ軽くこう少し上がっていきます。これ結構こっちに上がる子多いですが、あんまり外にこう広げない方が可愛いかな、上品かなって感じですね。そう、ちょっとこうふわっとこっち上に向かってるような状態です。そして弓なりにキューッと下がってくる感じ。そしてここ、ちょっと上にこうずらして、ストーン。
この時あまり長くなくていいですよ。気持ちね、ちょっと中心に向かうぐらいな感じですね。はい、まです。ふわーっとして、下から上、そして上からこちらに向かって、さっき何書いたかな、歯と同じですね。ぐーっとこっち来て、トーン、また力が強くなって、この力加減がうまくできるようになると、安定するかな。失敗しちゃう時とできる時とっていうのの何がその差になるんだろうみたいな、ほら分かんない時あるじゃないですか。だけどその力加減に注目してね、書いてると分かるかもしれない。あ、ここで力入れた時はなんか失敗しちゃうなとかね、そういう感じがあると思うので、自分でね書きながらそういうところに気づけるといいです。はい、結局ね、この書いてる時の自分の感じっていうのが一番大事なのかなと思うので、そういう意味でも集中ねしてねやるんだよっていうとこです。はい、で、うわ、ぐーっとこの点をここね、お尻ぐーっとこう押していく感じ、横にぐーっと突き出すような感じからの、下からふわっとしてストーン。一回力を抜ける感じがこういうところに入ってくると優しい感じが出てきてね、とても綺麗です。はい、小3でいきますか。小学3年生、1、2、3。お名前はね、詰めすぎないように、結構ここは空間がねあると思うので、こんな感じで書いていいんですからね。あんまりぎゅうぎゅうにしなくていいですよ。はい、では頑張ってください。失礼します。